皆さんよく見といてくださいね。めちゃくちゃシュールでしょ。どうもチャップです。フォートナイトをプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、僕が今持っているこの雪だるまのね、顔面の形をしたグレネード、チラーグレネードっていうねアイテムを紹介していこうという動画回でございます。なんでね、このチラーグレネードを紹介した後にいつも通り動画でね試合の方頑張っていくんで、今はもうチラーグレネードだけをねチラチラ見ながら、まあグレネードグレネード言いながらな、ツラツラじゃない金もたまあとりあえずチラーグレネード楽しんでいてくださいっていうことなんですよ。さあ行きましょうか。このボムはね、とりあえずね投げた時の声聞いてください。いきますよ。ほらフィーって言ってるでしょ。もう一回いきますよ。ほらフィーってフィーってね、とりあえず投げたら泣くんですフィーって言って、それでねこの投げられたボムが当たると足が凍ってねツルツル状態になるんですよ。それプラス当たった瞬間ちょっとね反動みたいなねバンって飛ぶことができる。見といてくださいよ皆さん。ほらちょっと飛んだでしょ。ほんで足がツルツルになるんですよ。ほらほら、こんな場面でもねツルツル、ほらツル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 、めちゃくちゃ足速いですよ。ほらフィギュアスケーターになれるんですよ。誰でもこれ浅田真央さんになれると、羽生結弦くんとかね宇野昌磨くんになれる。ほら見てください足、ほらトリプルアクセルとかガンガン決めれますから。ほらもうトリプルルーツなんちゃらコーチャーみたいなね、ちょっと今浮いてましたけどねまあとりあえずねこれ敵の人に投げたりして足ツルツル見てね、建築バトルの上から落としたりしたらね大ダメージを与えて勝てるっていうこともあるかもしれません。あとですねこれ移動手段にですね、嵐に追いかけられたらこう爆発させてツルーっていけるんで、もう移動速度が速くなるんでね、嵐のオーディションから逃げれるという、これめちゃくちゃ素晴らしいでしょ。これやっぱりなかなか面白いと思う武器なんですよ。武器っていうかアイテムかな。足がツルツルになってフィギュアスケートになってチラーグレネードの声を楽しめる。ほらフィーフィーって言っても聞こえてますまあそれを楽しんでもらえたらいいかなということのこのチラーグレネードでした。まあ面白い武器なんでね、皆さん雪だるまの頭を投げまくって雪を満喫してくださいというね動画でございました。じゃあ試合の方頑張っていきたいと思います。はい、ということでですね、チラーグレネードでね足の裏をツルツルにして、お肌もツルツルにして美容番長チャップということになったんでね、あとはね1位目指して優勝を目指してビクトリーロイヤルミルクティー飲めたらいいなという感じでねやっていきましょう。さあトマトの神様のところに、あ宝箱がないですね。ということはまあとりあえずこのサブマシンガンでもいただきましょうか。ほんでそう上すぐいるでしょ、ここにね、ここにいるわ、ここにいるわ、してた、してたぞ、してた、してたぞ、してたぞ、してたぞ、危ねえ、ほい、肩、オッケー、チャブは？ん？あ、ま、おる？え？どこにおる？なんか、お？音聞こえへんかった？大丈夫かい？チャップモードは？なんか、どっかに、おりそう。あれ？おらん？奥行きはったんかな。まあ、とりあえず動画の見せ場が1個できたという素晴らしい現象になったんで、それはそれで満足。あ、なんか遠くで撃ってる音しましたね。ってことは遠くにやっぱりいるんですね。しかもなんかショットガンっぽい音しません？大丈夫です？これダンシングボムでなんとかご利用者勝てますかね。え？おる？おるね。どこだい？え？どっかおる？おー、ちょっと待って、おるやん、ほら誰が見ても、誰が見てもおるやつやん。ちょっと踊ってもらいましょうかね。踊ったところでチャップが勝つとあー怖ん？もう大丈夫？よし、僕は1位になるためにこの厳しい戦場で生き残った。あ、おるな、そこに。ほっと、はい、踊ってもらいましょう。このダンシングマジックで、時間じゃない。これ時代はダンシングマジック、ボロボロや。あれ？待て。今めっちゃ食らったのになんかキルしたら体力回復した。あ？なんか、アップデート変わりましたかね？キルしたら体力回復する系男子になったのこれ。あれ？キルしたら体力回復する系男子女子になってましたこれもしかして。え？めちゃくちゃいいですやん。めっちゃいいアップデートやん、それ。ラッキー、え？死にかけてましたもんね。もういいんですけど、これ逆に考えたら強い人に殺されたらもう、あれですよね。勝つチャンスなくなりますね。しかも、あれやんか、木材も500個なったの。え？なんか、いつの間にか、僕がやってない間に色々と変わっているというこの現実ですね。へえ、体力回復したりすんねや。これはそれでなんか衝撃ですね。
それは知らなかったぜということなんですけれども、へえそうなんですね。なんかいいのか悪いのか分かりませんけど、まあね、木材多かろうが少なかろうが結局僕はやられるんで、どっちにしろね結局一緒なんですよねというね、もう強烈な現実をなんか突きつけられたようなね感じがします。ほんでね、皆さん僕ちゃっかりねチラーグレネード取ってますからね、これでね、ん大丈夫？これでね、ツルツルツルって遊べるということもできるという、そのね、素晴らしいポイントも、皆さんしっかり押さえていてあげてくださいねと、噛みながらも言っております。はい。イエーイ！最初、序盤でこのトマトのね、国を僕は制したんで、もういいんですよね、正直。もう1キロ取ったんで、もう、僕が求めるものは何もない。キャップモードは？まあ、あとは、ね、優勝取れたらいいなぐらいの、そういう淡い気持ちでいきましょうか。これ何これ、ロケなんこれ、チャワ何これ、キューピークロスボウ、あ、フォートナイトついにキューピー3分間クッキングとコラボしたんか、へえー、そうなんや、トゥルトゥ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 ルトゥ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 、チャープは3分でデスをするみたいな、ザコすぎる、カスすぎる、チャープは喋るだけ、喋らなかったらすぐにやられてる、チャププ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 プペペペペみたいなねオリジナル BGM いけますねこれねしょうもないし意味わからんけどね、あ、スラブ重視されますやん、ありがとうございますと。じゃあこのあれね、この体に良さそうなこのアサイジュースを飲んでですね、元気になって、はい、チラーグレネード回収して、もう特に大丈夫、もういない、そこの家だけ見ときましょうか。家だけ見て何もなければチャップタイムに入ってもいいんではないかと個人的に思っておるわけですが、まあ特に誰もおらんかな、あれやね、あの、たき火でね、ここにチャップおるぞーという、チャップがここをね、頑張って生き残ったよーという、証をこうやっての、撃たれた？撃たれてない。で、これ、大体ね、そんなんどうでもいいけど、僕、嵐のオーディションは入ってたんですね。よし、OK、OK、OK、Google と。お、これ何これ？インファントリーライフルやって。なんか、キャリーパーミパーミが好きそうな武器やん。インファントリーっていう言葉、キャリーパーミパーミ好きでしょ？知らんけどね、めちゃくちゃ偏見やん。なんか好きそうやんね、なんか、インファク、インファク、インファクトリートリトリトーって新曲が、まあ、夏か春ぐらいに出るんちゃいますかね。知りませんけどね。ファンタジーな曲作りはりますからね。はい、オープンザチャップ。お、いいですね。めっちゃいいの撮りましたやん。ハンドキャノンもあんのか。え、じゃあですね、ショット、アサルトライフルがなんかちょっと僕、レア度低いんで、ハンドキャノンにしますよ。チャップモード大丈夫やな、喋りすぎて音が聞こえないっていうもあるあるに僕は苦しめられそうなんで、しっかりしっかり集中、うん、しっかり集中、一本集中よ。ん？これどこやろ、これどこ、ここか、あ、ここではないね。じゃあこれをパーンってやって、ここペンタントンテンタントンタンテンタンタンテンタンシャーンってやって、 OK、 オープンザチャップ、はい、オープンザゴマダレー、お、サブマシンがいいのありません、お、ついてますね、いいですね、いいですね。でね、もう、あ、今絶対誰か言ったでしょ、はい、はい、ん、今ない、ここのね、これロープウェイの音してましたもん、ん、あっち行ったやろ絶対、え、え、あ、あ、え、あ、え、あれ敵、いや、ちゃうわ、え、あ、いた、え、なになになに、え、お、僕誰かに攻撃された今、誰か絶対ジップライン使いましたよ、間違いないですもん、僕が言うんですよ、間違いないと思う、そこおる、あれ、え、よくわかんない、なんかめっちゃジップラインの音してるんですけどね、まあようわからんから、まあ、何かあるまでチャップタイム入りましょうか。誰か天空の城ラピュタしようとしてるやん、おー、マジかよ、適当に撃ったら当たっちゃったよ全然倒す気なかったのに。なんかラッキーでしたね。で、そこにもね、なんか敵の人おるしね。そっちにもおるんですよ。ほらほら、そこにもいるでしょ。やばいんですよ。これ僕のこと見てんのかな？あれ？見てはなさそうですね。いや、まさかね、ハンドキャノン当たると思わんかった。ぼーっとしてたら当たったな。ラッキーキルですね。バレてるか？バレてはなさそう。当たるか？オッケー、当たった。オッケー。お、結構ハンドキャノン当たりますね。そこにもおるんですよね。これ立ち回りとか、ポジション悪ー。頑張って逃げましょうか。まあ、こんなもんですよ、皆さん。まあ、僕はね、あの二人とね、やり合い気はないですよ。なんでかって、勝てる気がしないからですよ。僕じゃ、無理かなって感じなんで、ちょっと、この高台にでもね、こもってね、僕はおとなしくしたいと思います。ということで、皆さん、もうちょっと待っておいてください。お、皆さん、目の前に敵おる、敵おる、敵おる、カメラ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。何で
で死んだ今のアサルト、キル早、一瞬で解けるやん、びっくりしたやん、こんなファンタスティックなことあります？はい、ということで今回はですね、チラーグレネードで存分に遊んできたわけなんですけれどもね、まあツル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 遊べましたよ、遊べて楽しかった。でも最後の終わり方、あれはなんや皆さん見たでしょ、びっくりしましたね。やっぱりあれやな、絶対いけると思ったらあかんな、やっぱ建築で壁、もうこれ分かってんねんけど、いつもなんかやらんようになるっていう、もうこれあかん、変な癖ついてんなこれ待ってください、もう一瞬で解けたからびっくりしましたよ、なんてこったパンナコッタってまさしくこれやなっていうね感じでした。まあでももうちょっとやったなっていう感じ、なんか未来が見えたような気がします。終わりにしましょう、チラーグレネード。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。